マルコ、子犬を預かるの巻。山田怖マルちゃん、昨日のテレビ特番、世界の豪華ペットたち見た？見たよ。珍しいお猿さんとか綺麗な小鳥さんとかうっとりしちゃったよね。あんな高価なペット私たちには探したって買えないよね。じゃあ逆立ちしたって買えないよね。帰る人が出てきたよ、帰る人が。Hey, ベイビーたち、ペットの話題で盛り上がってるようだね。最近僕は南国に住む珍しい鳥を手に入れたんだよ。花輪くんって自慢さえしなきゃいい人なんだけどね。それは確かにそう。私もペット飼ってみたいな。かわいい。子犬だ、かわいい。お母さん、玄関に子犬がいるよ、どうしたの？近所の木村さんが家を開けている間だけうちで預かるのよ。ペットが欲しいと思ったところ、子犬がやってくるなんてまさに日頃の行いのたわものだね。どんな行いをしたというのか。ねえお母さん、子犬を散歩に連れてってもいい？あんた一人じゃ心配だからダメよ。おじいちゃんがついてくればいいでしょ。おじいちゃんが頼りにならないからダメ。ひどい。お母さん、推しがなんじゃって？びっくりした。おじいちゃんはマルコと子犬の散歩に行くんだよ。子犬とマルコと散歩かい？楽しそうじゃの。昼下がり、孫と一緒に子犬の散歩。心の俳句。もうしょうがないんだから。よしよし、散歩に行こうね。ああ、素敵。平和ですね。こういうタイプのドカンって見ないよね。ねえ、この子なんて名前なの？名前のことは聞いとらんの。マルコたちで名前をつけてあげようよ。そりゃ名案じゃ。この子はオスだから男の子らしい名前にしよう。タメゾーなんてのはどうじゃ。私が決めるからいいよ。ミス・ビクトリア。ちびまる。ちびで丸っこいからちびまるにしよう。なんかとってってつけたような名前じゃの。タメゾよりはマジでほんとそれだよ。タメゾって犬ちょっと嫌じゃない？あんま近寄りたくないよね。あ、紙芝居や。紙芝居だ。ちょっと見てこうよ。マルコや、紙芝居だったら後でおじいちゃんが読んであげよう。おじいちゃん、マルコは紙芝居を見たいんじゃないよ。お菓子を買ってほしいんだよ。その通りよな。真理だよね。そうじゃった。お菓子を買わんと紙芝居が見えないんじゃった。なんて計算高いんじゃ。これならもう一人で立派に生きていけるわい。そんなことに感心してどうする。あ、ちびまるがいない。なんじゃと。大変じゃ。急いで探すんじゃ。どうしよう、バレたらことだよ。どこを探そうか。来た道を戻る。それはそうだよね。いや、桜じゃないか。藤木君に長沢君、この頃くん付けなのね。ちびまるを見なかった？その前に逃げた虫を捕まえるの手伝って。なんでよ。カブトムシを18匹、何匹逃がしてんのあんたたち。信じらんない。なんかほとんどこれじゃゴキブリみたいじゃないのよ。気持ち悪いわね。動き早いし。カブトムシってこんなに早く動かないと思うんだけどね。ちょっと待って、本当に早いんだけど。ちょっとちょっと、これ18匹って絶望的数字じゃない？なんで1匹捕まえたらまた出てくるのよって話よね。そもそもだったら最初から18匹出しといてくれと思う。その方が捕まえやすいわよ。本当に。あー、終わった。もうダメだ。
あんたたちで捕まえなよって言いたい、本当に。これだから長澤と藤木ってダメなのよ。ね。8匹よ。10匹も足りないんだけど。絶望的数字。全部捕まえた人、うっとうしいわな、本当に。くそー。マジでむずい。これ以上むずいものはないんじゃないかってぐらいむずいんだけど。ほら。手の動きに対して虫の動きが早すぎると思う。ね。まあ文句言っちゃいけないけどさ。なんでだよ。今捕まっただろうよ。うわ、これまたちょっとカットですね。絶対無理だもん。時間かかるよこれは。ほら、うわ、いけました。もうかれこれ、15分ぐらいやもってやってたかな。これね、本当にね、簡単そうと思った人はぜひやってほしい。マジで難しい。全部捕まえたよ、サマルコの質問に答えておくよ。大体あんたたちさーって言いたい。ゴキブリ、ゴキブリじゃないわ、カブトムシなんかどうでもいいのよ。こっちと犬よ、犬。いいよ。でもちびまるって一体誰のことだい。子犬のことじゃよ。ちびまるっていう名前の子犬を探してるんだよ。なんだか君のあだ名に似てて間抜けな名前だね。失礼ね。間抜けで悪かったね。それになんだか平凡だよ。なんかこう盛大なものが欲しいよね。この名前に盛大なものを求めてどうする。名前のことなんか聞いてないよ。まったくだよ。子犬だって大きくなってもちびまるって呼ばれたらきっと不幸だよ。でも火事になるよりはマシかもね。バカ、余計なこと言って。終わった。終わったよ。鬱になるよこれは。どうせ僕は子犬よりも不幸な男だよ。長澤君待っておくれよ。君はどうしてそうやって長澤君をいじめるんだ。はぁ、私は子犬のことを聞いただけなのに。子犬のことなら公園にいるブータローにでも聞いてくれ。なんなのあいつ、ほんと嫌になっちゃう。なんだか不憫じゃの。公園に行ってみよう。でも藤木最悪嫌いになりそう。さくら、あんた子犬を見なかった？見なかったぞブ。チェ、何度かして一度に町内を探せないもんかね。このジャングルジムなら町内を見渡せるかもよブ。え、えらい、よく思いついた。早速登ってみよう。見渡せなくない？しかも網邪魔だしね。ブー太郎、見えるとこって公園の周りだけだよ。いいアイデアと思ったんだけどなブー。私何やってんだろう。あまりのバカらしさに恥ずかしくなるマルコであった。本当だよね。仕方ない、他は太郎。どこを探そうか。じゃああともう空き地しかないよね。でも空き地にいる？ハマジがいる。何か知ってるかも。よう、さくら。あのさ、ちびまるっていう子犬を探してるんだけど見なかった？そや、丸尾のやつが寿司屋の前で子犬を抱いてるのを見たぞ。ほんと？それはきっとちびまるだよ。取られたかもしれない。あれ、山田くん、丸尾くんを見なかった？
あ、子犬を抱いた丸尾くんを見たよ。丸尾くんどこにいたか知ってる？教えてあげてもいいけど、その代わり僕と一緒にこのゲームで遊んでくれ。よりによって山田と子犬が通った場所を覚えて、同じ場所を同じ順番に辿ってね。むずっ。何回やんのこれ。無言になっちゃうわこれは。うわーもう。よし。よし、ギリギリギリよ、もうこの辺で私。やったー。まあ、さっきのほんとカブトムシを捕まえるに比べたら全然楽勝って感じ。ありがとう。それじゃ教えてあげるよ。丸尾くんおもちゃ屋に行ったよ。ああ、おもちゃ屋、なぜ。丸尾くん、あんたの抱いてる子犬をちょっと見せてよ。私の子犬のぬいぐるみに何か用ですか？え、それぬいぐるみ？てか、あんたそんなぬいぐるみ持ってたの？そこにびっくりなんだけど。ズバリこれ私が幼少の頃お母様に買ってもらった思い出の詰まったぬいぐるみなのです。山田のやついい加減なこと言って。ズバリどうしてでしょう、さくらさんに私のぬいぐるみの糸のほつれを直さなくてはならないので、これで失礼させてもらいます。ぬいぐるみを直すためにおもちゃに来たんだね。終わった。もう家帰るしかないよこれは。学校、まるちゃん、たまちゃん、子犬見なかった？子犬なら河原で見たけど、子犬探してるの？子犬とはぐれちゃってね。それじゃ早く見つけてあげなきゃ、きっと寂しがってるよ。そうだね、私は自分のことばかり考えて、ちびまるのことをちっとも考えてやらなかったよ。せちがらいね。とりあえず探しに行こう。なぜ花輪くん。いや、セニョリーダさくらくん。花輪くん、あんた子犬を見なかった？見なかったよ。どうやら子犬を探しているようだね。それならこの車に乗って探したらどうだい？いいの？いいとも。ヒデジーと一緒に車で探すといいよ。ただし僕は用事があるから家の前で失礼するよ。ありがとう。やっぱり持つべきものは花輪くんだよ。当然だよ。さあ乗りたまえ。さくらくんのおじいさんもどうぞ。私は歩いて探すよ。車は酔うからダメなんじゃ。そうだっけ。それじゃしょうがないね。え、花輪くんと関わると何をするにも高くつくからの。どうやらキャビアの意見が尾を引いているようである。じゃあしょうがないわね。どうしたんだい、河原ばかり見て。たまちゃんが河原で子犬を見たらしいんだよ。早く見つけなきゃ、かわいそうなことにし、焦らずに心をゆとりを取り戻したまえ。今の私には心のゆとりを取り戻す余裕なんてないよ。ところで子犬はどうして逃げたんだい？実は散歩しててちょっと目を離した隙にいなくなっちゃったんだよ。ドジだな君は。一言とはいえ、花輪くんはマルコの行く末が心配になるのであった。それじゃ子犬が見つかることを祈ってるよベイビー。しかしマルコとヒデジーの必死の捜索にもかかわらず、ちびまるは一向に見つからなかった。どこにちびまる。まだ子犬なのでそんなに遠くには行ってないと思うのですが。ごめんねちびまる、絶対見つけるからね。それまで頑張って。ヒデジー車止めて。大きい犬と一緒だ。どういうこと？
どうやらちぃまるは親犬と一緒にいるようですね。そうだったんだ。ちぃまるはお母さん犬が恋しかったんだね。どうしますか？このままそっとしといてあげよう。お母さんに会えてよかったね、ちぃまる。ご自宅までお送りしましょう。まったく言うこと聞かないで勝手なことするからこうなるのよ。それで子犬は見つかったの？ごめんなさい。子犬は見つからなかったよ。知らばっくれてもダメだぞ。ちゃんとわかってるんだからな。木村さんから電話で聞いたのよ。どうして木村さんが知ってるの？親犬の飼い主から木村さん家に電話が来たのよ。子犬の鳴き声が聞こえてくるから犬小屋を見てみたら、もらわれたはずの子犬と小さな女の子がいたって。その女の子ってマルコなんだろ？どうして子犬を連れてこなかったんだ？だって、マルコには子犬とお母さんを引き離すことなんてできなかったんだよ。しょうがねえな、まったく。もういいわ、今日のところはマルコの子犬を思いやる気持ちに免じて許してあげる。素敵な話よね。うん。ありがとう、お母さん。マルコお母さん大好き。お母さんもよ。あ、素敵。いきなりくしゃくしゃしたところで、母さん、晩飯の準備だ。その頃、トモゾーは、あれ、ローラースルゴゴ持ってる？うん。ちぃまるが見つかったことも知らず、夜が更けるまでちぃまるを探し続け、何を思ったのか。ちぃまるの代わりのぬいぐるみを、謎すぎる。家に帰るタイミングを、測っていたのであった。お疲れすぎる。終わりなのさ。あ、これで終わりですかね、このゲーム。あ、なるほどね。なんかボリュームとしては短いですけど、何よりもね、本当にカブトムシ、あれさえなければ、これ今回このゲーム一気に全部撮ってるんですけど、動画としては。今1時間半ぐらいなんですね。多分1時間半のうちの30分ぐらいはカブトムシなんで。マジカブトムシ、ほんと。ムカつく。いやー、まあでもこれにて、ちびまる子ちゃんのゲームのね、実況シリーズは一旦終わりですね。まあ他にもまだ他のね、こう、機種とかでも出てるんですけど、なかなかどうして、今私が実況できる環境にはないものばかりなので、何、包丁？すごい名前ですね。何、虫取りのお兄さんって。何、この人が作ったの？ちょっと安倍さん？安倍さんと木村さんに私は苦しめられたのね。ほんとね、意味不明な動きばっかすんのよ。あと、絶対これ捕まってるよねっていう上で押しても捕まらないっていう。いやー、辛かったですね、ほんとに。まあ、また何かね、こう、できるようになったら、まあ、なんだろう、あれだな。あと何があったかな、スーパーファミコンと、メガドライブあったかな、わかんないな。スーパーファミコンはな、いずれ確かに私もね、実況できるようにはしたいなと思ってるんだけど、なかなかねっていう。スーパーファミコンだと2個ぐらいあったかな、マルコはな。いや、でもよかったです、本当に。まあ、1個目やってないんだけどね、このゲームボーイシリーズのね。1個目はもう本当に無理ですよ。またちびまる子で会いましょう。はーい。バイバイ。個人的には今までやってきた中で一番面白かったのは、やっぱ4かな、王子様のやつかな。あれが良かったですね。本当に終わりだよ。曲がいいよね。
はい、ということでトップに戻ってきましたね。ということで本当にここまでですね、見てくださった皆様ありがとうございました。やっぱ私は改めてちびまる子ちゃんが好きだなと思いましたね。はい、ということで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。バイバイ。